はい、こんにちは、タカです。年末に向けてもう一波と、そのようにも思ってはいたんですけども、だいぶ相場の方動き出してるんじゃないですかね。その中でも特に期待できそうなのが、一つが豪ドル、これは今週ねしっかり動きが出ていますから、もこれは期待したいですね。もう一つがユーロ、このあたりは通貨の強さという部分に注目をしたいですね。そしてもう一つ注目したいのが円なんですね。円が少し弱いです。今回はそのあたりを意識しながらチャートの方を見ていきたいと思います。まずはドルからですね。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。ドル昨日比較的大きな売りが入りました。とはいえまだこの足は崩れたとは言えないですけども、ただまあレンジの下限までは来ましたね。さらに売りが出てくるようだとこの足は崩れてくるかもしれません。これもしばらく言ってると思いますけどもね、この足場の意味というのを考えていきたいんですよね。何のためにこの足場ができているのか。目の前には壁があるわけですね。これが今年の最高値。当然強い流れを見ていくためには越えないといけない大きな壁ということになります。簡単には当然抜けないですから、そういったのを抜けるための足場。もともとチャートの方も抑えられていたポイントを抜けてからは上昇トレンドが見えています。強い環境はあるんですけどね、現在は調整が入っています。ただ押し安値は割っていない。さらには足場も作り出したということになりますから、この足場崩れてこなければいつかこの高値は抜けてくるかもなぁという目線でずっと見ていたんですけども、昨日レンジの上から売りが入ってしまいましたからね、ギリギリのところということになりますからね、一旦買ってみるというのも悪くはないと思うんですけども、これ抜けてしまうとドル買いを見ていくのは少し難しくなってしまうかもしれません。崩れてしまうと高値チャレンジ失敗という形にもなってしまいそうです。下落トレンドも見えてしまいますからね、ドルを簡単に買っていける状況にはなくなってしまいます。このレンジも2週間ほど作ったレンジになりますからね、それなりにポジションも積み上がっていそう。下の方に抜けたという決着がついてしまうと、それなりの売りというのもこれも出てきそうですね。今日ドルに売りが入ってくるかというのはすごく大事なポイントにはなってきそうですね。これはもう通貨の強弱なんかを見ながらね、このドルの動向はしっかり追っていかないといけないように思います。割れてしまうと年末に向けてこのドル売りの流れというのがね少し見えてくるかもしれません。レンジの下限での攻防、これも大注目ですね。しっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。今週に入ってからもこの豪ドルがすごく強いですね。もう昨日あたりからもチャートの方もひっくり返ってますんでね、目線としてはもうロングにはなっていますけども、これ先週の金曜日、こういう時以降ですね、下の方に一度振っているだけにショートもたくさん捕まえていそう。現状ではあまりこの豪ドルの強さという部分に逆らいたくはないですね。もう目線としてはもうロング、豪ドルはロングで見ていきたいと思います。そしてもう一つ強い通貨という部分でこのユーロというのがあるんですけども、このユーロというのもしばらく僕はもう買いを見てたんですけどね、少しここ最近微妙な動きであったんですけども、ようやくまたしっかり買いが入ってきました。これは強弱チャートを見ていただくよりもユーロドルなんかのチャートの方を見ていただいた方が分かりやすいかと思うんですよね。とにかく意識したいのがユーロ買いなんですけどね、ここに来てドルも少し弱くなってきましたからね、こうなってくると強いユーロに対して弱いドル、強弱というのもはっきり見えてきます。年末に向けてこのユーロドルなんかを見ていくのは少し面白くなってくるかもしれません。豪ドルなんかもかなり値動き出ていますからね、少し入りづらい、そんな環境もあるかと思いますけども、もしこのユーロドル動いてくるんであればまだまだ初動、まあどうなるかは分かりませんけどもね、個人的にはこのユーロドルはもう大注目ですね。目線としてはもうロングですね。このユーロの強さを少し見ていきたいと思います。あとは今週に入ってからこの円も弱いですね。月曜日、火曜日、水曜日、全部に売りが入っています。この円の弱さに注目をしていくと、このユーロ円とか豪ドル円とか、このあたりもしっかり流れが出てきます。実際チャートの方を見ていくともしっかりトレンドも見えていますからね、もうこれはもう流れにあまり逆らいたくはないですね。来週の15日に FMC を控えています。この FMC までに一波、何かしら大きな動きというのはあってもいいのかなと思っていたんですけどね、このドル安円安ですね、あとは豪ドル高ユーロ高、僕はこのあたりの通貨の値動きをしっかり見ていきたいとは思います。ポンドはちょっと動きがないですからね、僕はもうポンドは様子見になってしまうと思いますね。現状ちょっと動きが読めないです。まあどっちにしてもね、トレンドをしっかり追ってはいきたいですから、強い通貨と弱い通貨をしっかり比べてはいきたいなと思います。はい、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。強い通貨と弱い通貨をしっかり比べていきたいと、そんな話をしましたけども、そういった目線で相場の方を見ていくと、このドル円というのは今の相場環境にあまり合っていないんですよね。例えば昨日であればドルは弱かったですけども円も弱いですよね。このように通貨の強弱の差が生まれにくいとどうしても値動きも鈍くなってしまいます。では環境の方を見ていくとどうかというと、今週足を見ていけば僕はもうこういったレンジ相場を見ています。となるとまあレンジ相場ですからね、動きの方が鈍くても仕方がないのかなと。
環境の方を見ていくと、上を試して抜けなかった、下の方を試しても抜けなかった、上下の壁がはっきり見えていますから、この壁の中を行ったり来たりしやすい相場というのは出てきやすいんじゃないかなと思います。少しこの奴隷に関して動きが出づらい環境ということになってきそうかなと思いますから、あまり前のめりにトレードをしていくような環境ではないのかなと思うんですよね。週足レンジを見ていきたいと思います。下のサポートが113円の20あたり、上の抵抗は114円の50あたりを見ています。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。サポートを追われた売りのトレンドを見てたんですよね。その後に調整局面ですね、上がったり下がったりのこの動き調整として見ていたんですけども、流れはもう完全に止められていますから、この下のサポートは見ていくことにはなりますね。過去を見ても同じようなところで一旦流れは止まっていますから、この113円割れたところ、112円の後半というのはサポートがあるのかもしれません。このサポートから波の反発が少し起こっていたのが今週の動きになるんですよね。特に昨日なんですけども、月曜日火曜日としっかり高値を更新してきた強い流れが見えていました。ですから昨日もしっかり高値を更新、例えば114円をしっかり抜けてくるとか、そういった値動きになってくると、これ調整の戻りの本格化、ドル円もロングで見ていくのも面白い環境かなと思ったんですけどね。ただ昨日のこの日足、上ヒゲつけてしまってますね。上ヒゲつけたからすぐにダメだみたいなね、そんなシンプルな発想で見ているわけじゃないんですけども、これ売りが入った場所というのも少し嫌な位置です。まずはこの下落トレンドが止められての調整として見ていくんだらば、戻りの高値がこの辺なんですね、114円手前。ですから、このポイントを見ていけば売りが入りそうな場所でしっかり売りが入ったというふうにも見えます。また少し違った目線で見ていけば、ここには強い上昇トレンドが見えています。この上昇トレンドを崩したのはこのサポートですね、押し安で114円割ったから、今を売りの流れが見ています。目線が変わったすごく重要なレートになってくるんですけども、こういったところというのは何度も試す、そして流れが止まりやすい場所にもなります。そういった目線で見ても、昨日のこの売り、ロングを見ていくには少ししんどい売りかなとは思えてきますね。レンジの高値圏ですから、ブレイクしてくればまた買いも出てきますけどもね、現状ブレイクもしていない、上値の重い形も見えています。さらにはレンジと見ていけば、この辺レンジの上限です。上値が重いという決着がついたんであれば、次はまた売りが入ってきてもおかしくもないとも思います。ですから昨日のこの日足、ブルハですね、買い方にとってはすごく残念な動きのようにも思うんですよね。昨日の環境だとロングで見ていきたいなと思った流れではあったと思いますけどもね、昨日のこの日足、この環境を見せられるとやっぱりもう簡単には買えないですね。ただし、上を試してダメだったからすぐに売りが出てくるというわけではなくて、波の反転にはそれなりに時間というのもかかりますからね、この辺で、売り買いの攻防が出てくるかもしれません。これも今のドルや円の環境にも合ってるように思うんですよね。ドルが弱い、円が弱いとなってしまうとドル円は動かない、ここで動かない可能性もこれは十分見ていける、そんなチャートだとも思います。ただ注意したいのが、ドル円は動いてないかもしれませんけども、ドルも円も決して動いていないというわけではないんですね。どっちも売りはしっかり入っています。ということは、ドル円の方は動かないかもしれませんけども、ドルストレート、もしくは黒線あたりはしっかり動きが出てくるかもしれません。昨日のこの環境を見せられてしまうと、もう注目したいのはドルストレート、あとは黒線、こっちを見ていた方が流れには乗りやすくなってくるんじゃないかなと思えてきますね。このドル円に関してはもう一歩二歩引いて相場の方を見るぐらいでちょうどいいのかなと、あまり前のめにならずに見てはいきたい、そんな通貨だとは思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。昨日のこの行ってこいが少し嫌な環境にはなっているわけですけどもね、ただ細かい点を見ていくと、例えば金曜高値、この日ですね、この高値が雇用統計の日にできた高値、当然出来高もたくさんある中で作った高値ですから、今のところ気になるポイントというところで、この高値を抜けてきたから今は強いトレンドも見ていけるかなと。であれば、確かに押しは入ってるんですよね。言ってくるの形で売りも入っていますけども、起点部分をここの波で見ていけば、上昇トレンドはまだまだ見ていける状況があります。短期的にはまだまだ買っていける状況のようにも思います。ただこれも昨日の日の安値ですね。日足安値。これが113円の40あたりになってきますけども、これ雇用統計で作った日の高値と共通なんですよね。もう一度割り込んでしまうと、今度はこの抜けた動きに対して強い流れを見ていたわけですけどもね、割り込んでしまえばこの高値チャレンジ失敗ということで、波の反転も見えてしまいます。こうなるとまたこの辺のね、行ったり来たりの動き、レンジそばという形も見えてきますから、少し流れを見ていくのは難しくはなってきそう。上位足、特に日足なんかを見ていくと少し上値が重い形は見えてきましたけども、短期足を見るとより細かい点が見えてきますね。この113円の40付近、ここを割り込んでしまうといよいよ買っていくのは難しい環境になってきそうです。
実際これがもう行ってこいで潰されてしまったのか、それともまだまだ上昇トレンドを見ていけるのか、この判断というのはこの113円の40付近のサポートを割ってくるかどうかで判断していこうかなと。ですからこのサポートはブルベアの分岐点ですね。強い流れを見ていくんであれば割ってはいけない壁、逆にまあショート目線なんかで見ていくんであればね、まあ、ぜひとも割っていきたい壁ということになってきそうです。そういった目線で見ていくんであれば今はまだこれ割っていないですからね、目線としてはまだロングかなとは思います。ですからまあこの分岐点に引き付けてロングをしていくのは悪くはないと思いますけどもね、割れたらどうするか、そのあたりの値動きに対する準備というのはこれもしていく必要は出てくるんじゃないですかね。通貨の強弱という部分でもね、あまり差が出にくい通貨ということに今はなっていますから、あまりリスクは取りたくないですからね、まあ、トレードしていくんならばこういったポイントに引き付けてしっかりトレードはしていきたいですね。 113.405 万あたりですかね、このあたりのブルビアの分岐点というのをしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。ダウなんですけども、ようやくこの上昇を一旦止めた形になっています。下落の波の起点まで一気に上げてきたわけですけども、まあ、流れが止まったからといってまっすぐに売りを見ていくような環境でもないですね。まだ流れを止めただけ、まあ、直近高値壁もあるわけですからね、流れが止まってもおかしくはない状況ですけども、かといって波が反転してくるかどうかはわからないですね。こういったポイントはまあ売り買いの攻防にもなりやすいです。今のこの環境も売りのトレンドを見ていけば抜けてはいけない壁にはなってくるんですよね。このあたりの攻防の結果というのをしっかりまずは見ていきたいですね。上の方に抜けてしまうと波の底からのこのような上昇トレンドも見えてしまうことになります。昨日で言った流れは止めましたからね、今日以降は調整をひとまず見ていくことにはなりますけども、すぐに売りだとはなかなかやっぱりならないですね。そこは判断慎重に見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に日足を重ねています。ダウと比べても明らかに弱いのが日経平均のチャートですね。サポートを割れた売りのトレンド、確かにまあ戻りも今入ってるんですけどもね、入ってはいるんですけども、まだこれ戻りの高値すら抜けていないです。流れが止まってくれば再度売りの流れを見ていくような状況というのもこのチャートからは見えてきますけども、昨日で一旦この辺り少し流れが止まってきたんですよね。割れたから売りのトレンドが出た、まあ、そういった重要なサポートがこの辺り29000円ですかね、目の前にあるわけですけども、この壁を前にして一旦流れが止まってきました。ですからまあ流れが止まりそうなところで一旦流れが本当に止まったという状況になってきますね。流れが止まったら次は売り買いの攻防ですね。そしてこの攻防の決着で次の上下を見ていきたい。やっぱりこれもね、ダウと同じですぐに流れが止まったからもう売りだとはなかなかならないですからね、その点は十分注意はしたいですね。今日なんかも難しい環境にはなってきそうです。買われたり売られたり、レンジ相場というのを想定はしておきたいですね。もしレンジが見えてくるんであればまず最初に見ていきたいのは上下の壁ですね。基準となる壁が見えてくると、まあ、買うにしても売るにしてもトレードはすごくやりやすくなりますからね、そういった壁をまずは探していきたいと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD 1時間足に日足を重ねています。金はちょっと動きがないですね。こういったレンジ相場が見えていますけども、実体部分を見ていくとまあこんなレンジにもなってくるんですかね、まあ、どっちを見ていくにしても全く流れが出ていないですね。これはもう少なくとも日足1本、しっかり買いが入るとか売りが入るとかある程度の決着というのがしっかりついてからトレードしていく方がいいように思いますけどもね。昨日みたいな動きが一番中途半端ですよね。少し高値を試すんですけども最後に潰されてしまった、このような小さな動きにあまり振り回されたくはないですからね。今現状金に関してはちょっとトレードはしんどいんじゃないですかね。無理をして手を出すような場面ではないんじゃないですかね。まずは日足1本でいいですからね、まずはしっかり買いが入ったとか売りが入ったとか、そういった決着を見せてもらいたいですね。はい、ということで、ドル円ですけども昨日のこの売りによって少し環境的には難しい環境になってしまいました。ブレイクしていればね、買っていこうかという動きにもなっていたんですけども、潰されてしまってはこれはなかなか難しい環境になってきそうですね。下落トレンドが止められての調整局面も見えてきましたね。であれば今はレンジの上限ということにもなりますから、買っていくのも慎重にはなってしまいます。ただまあ短期的には上昇も見えていますからね、例えばまあレンジの上からの波の反転、こういったのを見ていこうと思うんであれば、金曜高値、これが雇用統計で作った高値ですね、こういったところを基準に見ていくのは悪くはないんじゃないですかね。短期的なブルベの分岐点、これ割ってしまったらまた今度は売りの流れ、売りの流れとは言ってもね、まあ、レンジの上から下までの流れに過ぎないんですけどね、そういった流れが出てくるかなと。
ですから売っていこうと思うんであればこの113円の4050付近ですかね、このサポートを割っていかないとなかなか難しい、逆にまあ強い流れ見ていくんであればこのサポートを割ってしまうと苦しいですね。今日も短期的には雇用統計の高値、ここをポイントに置きながら値動きをしっかり追っていきたいと思います。あとはこのドルの動きですね、昨日は大きな売りが入りましたけども、まだレンジの加減です、ただ今日も継続して売りが入ってしまうところも完全にブレイクになってしまいますんでね、高値から売りの流れが見えてしまいます、今日も継続してドルに売りが入ってくるかどうかで次の流れが大きく変わってきますんでね、このドルの動向もしっかり追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。